ちょっとメディア問題いろいろあるので、次に行きましょう。ちょっとさっき間違えちゃって八王子って言っちゃったんだけど、今の方が愛知県豊田市の斉藤さんですね。で次が、八王子市の、福住、さんですね。八王子市のですね、福住さんです。もしもし、お待たせしました。もしもし、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうぞ。皆さんに質問なんですけれども、はい、今若い子がなりたい、女の子がなりたい職業に、10位にマスコミ関係が入っているんですけれども、それを抜いて9位キャバクラ嬢ホステスになりたい子が増えているんですけれども、私が今現にキャバクラ嬢をやっているので、はい、この現状について皆さんにお話を聞きたいなと思って電話しました。はい、分かりました。10位がマスコミも驚きですけど、9位キャバクラ嬢商売、まあ揚げ状ブームっていうことでね、雑誌発の、まあ、雑誌発というか雑誌の周辺にすでに、まあ簡単に言えばコミュニケーションがあったんですけどもね、うん、まあ分かりやすく言うと、ちょうどですね15年ぐらい前にお立ち台ブームってありましたよね。お立ち台ブーム、ジュリアナとベルファーレ、うん、である種のその自意識に関わるそのファインチューニングの問題とやっぱ密接に関係しているっていうふうに僕は思います、うん、で、だって倫理的にどうのこうのっていうふうに裁断できる問題とはちょっと違っていて、まあ僕に言わせると、僕は年長者っていうか年寄りでもあるんで、もうすぐ50歳ですからね、僕はね。そういう意味で言うと、そういうタイプの知識のファインチューニングって実は続かないんだけどねっていうふうにやっぱり申し上げたくなっちゃいますよね、うんうん、でこれは社会的包摂性の問題とも関係あるし、あるいは僕が14歳からの社会学で繰り返し述べたことでもあるんだけれども、基本的にちょっと臭い言い方をするとね、愛や友情によって続く関係をそのどれだけ分厚く保てるのかということが、例えば冒険をして失敗しても帰るところがあるとか、仕事をして失敗しても帰るところがあるとか、あるいはですね、ずるいことをしてまでですね金儲けなくても済むとか、いろんな支えを与えてくれるんですよね、うん、でも例えば現実の女の子は面倒くさいから萌えでいい、あるいは二次元三次元でいいやとかね、うん、あるいはそのキャバクラ的なお祭り空間でのまあ、そこでのホメオスタシスによって可能とされる自意識でも構わないやとかっていうのはどう見ても続かないじゃん、ね、で人生やっぱり年を取っていくと同時に様々な意味でのステージが変わっていく、ステージが変わっていくときに将来構想ができるようなタイプのですね、何事か思ってるんであれば、今はキャバクラだけど5年したらこれねって話になるんだけど、そうじゃないんだったらね、もしかするとキャバクラやってる間の機械費用とても大きいかもしれないね、うん、でもよく僕は大学の教え子の女の子がね、最近性愛経験別に少ないわけじゃなくて、男の子とあんまり付き合わない子多いんですよ。でなんで付き合わないのって聞くと、束縛期が多いからって言うんですよ。束縛して何かギャギャ、束縛期っていうのね、束縛期って言うんですよ、うん、じゃあ結婚しないんだずっと、いや30歳になったら結婚しますとかっていうのね、えって結婚ってしようと思ってできるもんなのって、それは結婚自体はできるかもしれないけど、そんな関係って続くのみたいなことで、そういうことを突きつけると結構みんな詰まっちゃうんですよね。でそういう意味で言うと、なんかそのやはりね、社会的包摂性の欠如と関係している問題だと思うけど、将来構想がまあ一般人のことを言うんだけど全然現実的じゃないのね、僕にはすると。それってできるの本当にって、うん、なるほど。でね、だから僕は企業、まあ就職活動をね、みんなすごい神経質に吟味するじゃん、昔と違ってさ、何十社もねエントリーシートを送って、うん、で大学が開催する、永遠に就職活動してますよみんな。あ、みんなそうですよね、うん、でもそこにそんだけコストかけるんだったら、人間関係にやっぱコストかけた方が僕はいいと思うんですよ、うん、でその人間関係にコストかけるっていうのは、そのキャラ演じるとかね、うん、居場所を確保するとかっていうことじゃなくて、だもっと素朴なことですよね、うん、例えばいや、だから裏切らないやつが自分の周りにいるかどうかってことですよ、うんうん、裏切らないやつが、うんうん、大事なことじゃないですか、うん、それは、うんうん、まあ、友達と遊びに行かないんだよね。それもありますよね、うん、友達のうちに何か集まって時間をただ潰すみたいなのが多い。そうですよ、多いらしい。外にまず行かないんだよね。そうですね、
あとやっぱり深い話しないですね。深い話をしてお互い激高しちゃったりして関係が壊れるのが怖いからみたいな感じ。深い話は携帯でね。いや深い話で携帯で知らない人とみたいなね。でもね、はっきり申し上げればね、あの良好な関係を保ったとしてもですよ、その腹割って話せないとやっぱり意味ないんですよ。いや信頼できる関係っていうのは腹割った上でなおかつ裏切られないし見捨てられないようなそういう関係ってことでしょ。すごい素朴な言い方をしてるけど、そういう関係を持つということの重要性どれだけ認識してるのかなって僕よく思います。僕はちょっと腹割りすぎで学生から気持ち悪がられてるみたいですけど、あのね、それ分かります。僕もそういうことを言うんで、はい、一部で気持ち悪がられてましたけど、うん、はい、ね、面白いですよ。悪腹ってね、腹割らないうちにだんだんなくなっちゃうんだよね。腹なくなっちゃうね、うん、悪腹がもう残ってないみたいな、それも寂しいことだよ、はっきり言うね。腹もあるうちだっていうことで、腹がそうですね、はい、なんか水商売9位、マスコミ10位について2人ありますか？いや特にまあその順位はあの三浦天さんのアンケートでしょ、うん、ああそうなんだ。だからごく小さい規模ですから、それが即全体の傾向とはちょっと言い難い、うんうん、まあね、そうだよね。それはまあ統計的なもあの、ね、どれぐらいの信憑性があるかっていうのは話は別の話なんでしょうけども、でもキャバクラっていうのがね、多分若いうちしか勤められないってことは十分承知の上でね、多分ある種のまあ人気が出ているんだと思うんですよ。でそれはだから逆に言うと、長く勤められると言われていた職業のいわゆる正規雇用型の職業の中にかなりやっぱ非正規性みたいなものがねもう感じ取っているので、そういう意味で言うと結構それがある種まあ勝負になるっていうかね、うん、あの同じ尺度の中でどっちが得かみたいな計算ができるようなそういうものになってきたってことは言えるんじゃないですかね。そうだね、ただね、うん、中野さんね、これキーワードやっぱ承認なんだよね、うん、つまり金儲ける